これで大仏の天寿寺すごいな。なんですけど、ソフトクリームもある。いやすごい人だな。韓国か。ああ、ゆっくりか。すごい散歩やね。外まで追いかけてきてくれてすごいな。本当初詣でもないのにすごい人でやね。バスもえぐいね。あ、これで来年奈良山駅か。まあ、あとでまた来るでしょ。帰りは来年乗ってこうか。すごいですね。うわぁ。すげえ。なるほど、本当に京都どこ行っても人いんな。こんなにもいるんだ。すごいですね。京バームか。すげえ。あ、これは京バーム。違いました。これで溶け付きようか。すごい。月ビーガー麻婆豆腐ブラザーと、麻婆豆腐専門店、あ、やったし。そうだ、京都やな。5つやってほしいね。これは。これはすごいな。なんつうか。いやー。どこ行きゃいいねこれ。すげえ人だ。あ、桂川か。で、ここは憧れや。あ、よく言ったら車ずらずにか使ってないけど、逆だ、こっちだ。こっち、うわー、綺麗。あ、綺麗だな。
あ、やっぱ普通に景色は綺麗だね、嵐山。おっと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 。ああ。すごい人だ。ああ、渡ろう。ああ、渡ろう。はあ、すごい。すごい。うわ。なんかすげえ光景になってる。で、ここが車寺神社の嵐山トング。へぇー。あ、きれい。きれいだけど。人の数がすごいな。すげえな。はぁ。やっぱさ、京都何がすごいって、まあね、観光客が多い、まあ三重も言うて観光客が多いっちゃ多い方ですけど、ね、伊勢神宮とか行ったらやっぱ海外の人も多いですけど、京都ほんとどこ行ってもすごい人だな。すげえな。この奥でいろいろ乗ったりもできるみたいですけど、よし。で、車座にしようけど。さあ、ここでなくなるのか。確かここあれなんだよな。売り場と、写真スポットが分かれてたんだよね。で、うわぁ。で、京都まで行くバスもあるみたいだけど、うわぁ。カオスだはい、はい、えぐいなぁ。そうだ、なんかもう歩いて行った方がいいか。何ご飯、はい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